サスカトゥーン・ジョン・ジー・ディフェンベーカー国際空港は、カナダのサスカチュアン州最大の都市サスカトゥーンに位置する空港。2001年の年間利用客は80万人を超え、州内最大の空港となっている。2005年には90万人以上の利用客が見られ、貨物部門では、カナダ国内で20番目に利用の多い空港である。1929年6月1日に、 サスカトゥーン空港として開港。1940年にはカナダ空軍に対応し、カナダ空軍サスカトゥーン基地となった。戦後の1947年に民間利用に開放され、トランスカナダ航空が就航した。エアカナダは1950年からカナリア、ノーススター機を就航させ、その後ビッカースバイカウントに引き継いだ。 拡張に伴い1955年と1975年に新ターミナルができる。1993年にサスカチュワン大学出身でカナダ西部の開発に初めて力を入れたカナダ13代首相ジョン・ジョージ・ディーフェンベーカーの名にちなみ、現在の空港名へ改称。1995年にカナダとアメリカの間で結ばれた航空自由化協定によって、 ノースウエスト航空がミネアポリスセントポール国際空港への就航を開始。1996年にはウエストジェット航空がボーイング737を飛ばすようになる。1999年、カナダの空港政策に沿って同空港はサスカトゥーン空港公団の管理下となる。2000年にはナブカナダによって新しい管制塔が建てられ、空港公団によって ターミナルの改築と拡張が始められる。2002年10月、1800万カナダドルを用してターミナルビルの改築が一部完成する。この改築は年間1400万人の利用客を想定して設計された。2005年、残りのチェックインフロアなどの改築も完成する。同年、エアカナダは主な路線だったトロントへのフライトを、それまでのエアバス a や、 エアバス A319 から、エアカナダジャズの CRJ-705 に変更した。翌年の2006年にはまた週に何便かは、エアバス A319 を利用するようになった。同年、空港は駐車場の拡張を行い、プロント航空が就航を開始する。また、ノースウェスタンエアとトランスウェストエアが、アルバータ州のフォートマクマレーへ運航を開始した。ありがとうございます。